本日最後の発表になりました。多分一番ゆるい発表だと思うので、ゆるく楽しんでいってくださると嬉しいです。で、初めましての方も多いかと思います。酒井美穂と申します。全能アーキテクチャ若手の会、こちらの会実は立ち上げていて副代表をしています。ですが、発表とかは初めてなのでかなり緊張してます。で、某メーカー富士通なんです。先月辞めました。で、今ドワンゴの AI ラボにいます。で、先ほどスティーブ・ジョブズの声ありましたけど、直感を信じて大切だと思うことをちょっと飛び込んでしまいました。ちょっと後押しをしてくださったような形でちょっと動画を見てたんですけど、で、学生時代の専攻は、機械学習理論系を一応やってはいましたが、ディープラーニング自体あまり縁がなかったので、そもそも私の学生時代はディープラーニングは流行ってなかったので、割と遠巻きに眺めてたんですけれども、全能アーキテクチャとかドワンゴに行ってディープラーニングやってないのちょっとおかしいんじゃないかと思って、先月から始めましたというか1ヶ月ほどです。超初心者です。で、趣味ですね、今回初めこのテーマやるにあたってあんまりこの辺言わないんですけども、ちょっと今日は言っちゃいます。割とオタクです。で、ですね、ゲーム音楽、私も中学生ぐらいの時 RPG 作るとかあったんですけども、その辺の、ゲームをやってはその辺の音楽とか MIDI とかをやたらと漁ったりとか、それになんか付随してアイリッシュ系とか民族小音楽もめちゃめちゃ好きなんですね。で、最近、昔、この辺かなりマイナーだったので、もうボカロとかが出てきて、なんかその辺のマイナーな曲とかもちょっとずつ増えてきて来ないかなとか認知されないかなっていうちょっと期待してます。ボカロも大好きです。で、あとですね、技術の勉強とか試したいとかその辺はすごいモチベーションとしてあります。ということで、勢いでちょっと NVIDIA のタイタンを買ってしまいました。ちょっと大晦日に買ったんですけども、正月本当組み立ててこのパソコンとともに買いました。で、ちょっと挙動不審なんですけども、なんか触ると再起動するっていうような挙動があって、その割とデリケートなんですけども、でもどっか初期不良起こしてると思うんですよね。で、まだちょっとそこの辺は分かんないです。で、とりあえずですね、やっぱあるからには何か試したい、何か試したいっていうか、もうディープラーニングやりたいと思って買ったんですけども。で、じゃあそうだ、アイリッシュ音楽を作ってみようと、とりあえず唐突に書いてみました。なんかネットの記事とかを見て、こういう音楽を作れるかもしれないというのを見たので、私のこのマイナーな音楽をこう好きだっていう気持ちと集めるっていうこの労力をもしかして作ることで叶えられるんじゃないかとか、そんなことを妄想しながらちょっとやってみようかなと思いました。で、今回の目標としては、タイタンとディープラーニングの技術を、せっかくだからいろいろ試したいと。で、とにかく何だろう、ディープラーニング系って理論とか結構整然とたくさん美しい分子量たくさんあるんですけれども、実際何がどこまでできるのかやってみたいな、体感したいなと思いました。っていうのは、実際にものを作りたいなと思っていて、これで表題のディープラーニングの初心者がタイタンと LSTM、っていうご存知の方多いと思うんですけども、ディープラーニングの技術を使って音楽生成を試してみるということをやってみました。で、音楽生成の、動向ってほど動向じゃないんですけれども、いくつか記事を見て、今回特にこのアンドリュー・カーパシーっていうのか分かんないんですけども、スタンフォード大でディープマインドとかインターンシップやってたりとか、結構いろいろまとまってる内容を書いてくる方がいるんですけども、その方の記事を特に参考してます。で、それ以外にも自動生成、最近の研究、やっぱり LSTM とか RNN とかを使ってやっているものが多いです。で、自動生成っていうこと自体あんまり評価しづらくて、こういうのってあんまり研究になりづらいので、そんなにたくさんないかなって思ったんですけど、それちょっとないわけではなさそうだっていうこと、LSTM、RNN を使うと良さそうだなというふうに思いました。で、一応多分ご存知の方多いと思いますが、簡単なおさらいです。で、LSTM っていうのは時系列データをニューラルネットワークの枠組みで扱えるようにしたものです。
で1995年に登場したので、もう20年ぐらい近く経つんですけども、リカレントニューラルネットワークの拡張モデルになっています。で基本のリカレントニューラルネットワークモデルっていうのが、時系列モデルを使えるようにしたものなんですけども、こちらの図だと、一番下がインプットで、一番上がアウトプットです。で、まあ、インプットデータに対して次の文字が何の文字か予測するっていうのを、この図は書いてるんですけれども、こういうような、インプットから出力もを予測するっていうことと、それの文字列の並びを意識して、再帰的に学習するということで、時系列データに対応しているモデルになってます。で、LSTM っていうのは、この従来の、RNA に対して、時系列データの長期依存の問題に対応できるようにしているものになっています。で、今回取り組んだことです。音楽データから LSTM を用いて自動音楽生成モデルを作成しようということです。で、音楽の書き方を自動で学習することと音楽のパターンを学習することっていうこの2つについてちょっと見てみました。で今回使用する音楽データなんですけれども、3つパターンを用意しました。で一番下に、まあ、自分、マイプロダクションって書いて自分のデータなんですけれども、中学来から集めてる右で、そんなにちょっと手元には残ってなかったんですけれども、まあ、最初からまあ難しいだろうと思ってたので、もうちょっと簡単なものがないかなというふうに探したところ、この ABC ノーテーションというところのデータベースから、単一の音の連続と2つの音があるような伴奏付きなものもあったので、この辺簡単なもの、真ん中ぐらいのもの、難しいものっていう形で取り組んでみました。で、実験の手順になります。で、初めにデータを準備します。で、ここからテキスト情報を出していきます。で、ここにテキストって書いてるんですけれども、1曲を全部1ファイルに収めるような形になっています。で、後からもうちょっと細かい記述方法を書きます。で、それを LSTM で学習をして、で、テキストを自動生成するっていうものを作ります。で、モデルからテキストを自動生成して、MIDI で変換するっていうものをちょっとやってみました。で、ABC 記号、起伏法っていうものなんですけども、こういった形で音楽を表現することができます。いや、今はあんまり使われてないというか、そんなに人気がある方法ではないみたいなんですけれども、割とわかりやすいので、ちょっと使いやすい、学習しやすいものかなと思います。で、だいたい上にメタ情報があって、下に曲があるっていうような形になってます。で、X、曲の番号とタイトルと、で、まあ、4分の2拍子とか、1文字の長さ8分音符にするとか、まあ、どういう音階かっていうようなメタ情報がついて、その下に曲の情報がついてます。で、何でしょう、棒が一小節。で、小節間違ってます。で、C とかが、C がどうですね。あ、間違ってますね。C、D、E、F でドレミファソだと思います。で、まあ、そういう形で、直接、文字で書いていくっていうような形のものになってます。で、まあ、これを読み込んで、このパターンを学習することができるかということをやってみました。でも簡単にちょっと説明しているんですが、ABC ノーテーション、たまたまヨーロッパの民族系の音楽が豊富にあるということで、アイリッシュ系の音楽がたくさんあるので、まあ、今回ちょっとちょうどいいなということでやってます。で、まあ、こっちテキストなので、単純にこれで音楽になるってわけじゃなくて、変換器が必要になります。で今回 の, 学習をしたときに結果として何ができればいいかっていうと、まず一つが ABC 起伏法を自動で学ぶということ。そもそも学ばないと変換できないので再生ができないという問題に当たります。で自動生成された音楽がそもそも音楽として成り立つこと。でこれ自体どう判断するのかって言って難しいんですけれども、まあ、自分で聞くしかないんですけども、実際その作成されたら無音状態が長く続いてしまったりとか、ずっと不協和音が続いてカオスなことになったりとかすると、まあ、違うだろうという話です。で一番最後もさらに難しいんですけども、いい音楽である、でも自分の場合こう自分のために作りたいのでやっぱりいい音楽作ってほしいので、これはあるんですけども、まあ、なかなか難しいなと思ってます。でもなんかそのうち評価軸を用意したりすると面白いかなと思っていて、例えば転調したら転調してもそれがそんなに違和感がないとかっていうのは割といい音楽の一つの評価かなとか、そういうようなことを考えてます。
今回あの、まあ、ライブラリ作って大体デフォルト値を使ってるんですけど、この辺のパラメータの設定になってます。今あの RNN のサイズとか、あの層の深さとか、学習率とか、ドロップアウトとかで、楽曲生成時のパラメータとしては、まあ、事前に入力するテキストとか、あとはまあその学習したモデルをどのぐらいあの使うかとか、そういうようなことの設定になります。で、簡単なメロディーラインのやつになります。まあ、こういうような、データが、入力データがこういう形になりまして、実際のものをお見せしたいと思います。これですね。一つのテキストファイルになっていて、全部これが、X から始まって、あの次の X に始まるまでが1曲っていう形で1つのテキストファイルになっています。で、ちょっと1曲再生してみたいと思います。なんかこういう形で聞こえますかね。この形で1音のものがずっと並んでるっていうものになってます。で、一つ一つこうヨーロッパ系の音楽みたいなので、実際にタイトルとかを検索するとこれのアレンジ版とかが結構出てきます。このアーピーとかそういうようなものが出てきます。じゃあそれに対して、生成したものがどうなったのかっていうと、まあ、こんな感じになります。で、まあ、はっきり言ってだからちょっとよくわからないと思うんですけど、まあ、割とうまくいってると思います。で、記号としてはなんか大体いい感じにできています。で、この中で一番すごいなと思ったのが、実はタイトルも自動生成してるんですね。で、あの自分で勝手に名前をつけてます、曲名を。で、ちょっと外人の友達にこの辺のタイトルを見せたら、文法としては正しいけど意味はおかしいとかっていうふうに言われました。で、例えばこっちの下のホンギームーズオブインコニャクとかになると、ホンギってちょっと香港系の差別用語に近いかもしれないねとかちょっと言われました。でもなんか特にあの元の入力データにはこの辺の文字ないんですね。でもここにその文字が来て、そこで文章がある程度生成できるのかっていうのを少し学習しているようでした。で、あと X あって、これが1曲目、2曲目なんですけども、X の次のやつはさすがに連番にはならないんですけど、こういう形で数字情報が入るっていうことを学習をしています。で、大体1から3桁の間なので、そこの中の数字を出してるっていうところも学習しています。で、この辺の数字とかも、まあそうですね。なので、まあこれをちょっと、まあ、再生してもそんなに面白くはないんですけど、これがあの出力作った方の音楽ですね。まあ、単音の項は何を正解するか何が間違っているか結構難しいんですけど、一応音楽としてはある程度成り立ってるかなという感じです。で、あの次にですね、あ、これ楽譜にしてみたで、まあまあ、一応音的にこんな感じのものを作っていますという感じです。で、伴奏付きデータってことなんですけども、これがあの伴奏付きって言葉でいいのかわかんないんですけど、まあ、右手の音と左手の音を弾いてるっていうような、そんなイメージになります。ちょっと一つこれはかけてしまいます。で、これであの左というか、あのついてるのがわかると思います。でも、まあ、この曲も340曲あるんですけども、これを LSTM に読ませてやってみました。でですね、あの
ABC ノーテーション記法の説明のページがあんまりなくて、あの伴奏データ高校の鍵括弧が和音なんじゃないかなとかって思いつつ、全部見るとなんかそういうわけでもないんですね。で、一体何が和音なのか私ちょっと結局今の今まで分かんないんですけれども、これをプログラムで学習させたら和音のデータが出ました。私よりも頭がいいみたいな。本当に分からないんですよ。コードなのか。コード。A マイナー。あ、ごめんなさい。じゃちょっともしなんか。AM とかは多分 A マイナーじゃないですか。はいはい。あ、そう。D7。そう。で、ここのコードで、あ、だからこれでコードの伴奏がついてるのかなって仮説立てたんですけども、他のところで見ると、この A っていうのは単純にそこが A のコードの状態であるということ、特に和音情報を表現するってものではないみたいなんですね。ただちょっとよくわかんないんです。いや、なんか私にはちょっと理解できない。あ、そう、和音の情報ないです。すいません。あの、一応、自分の限界だとあれが和音っぽいなっていう風なところぐらいをネットで拾った感じです。まあ、どこが和音なのか、でも多分これ見ると多分これなのかなと思いつつ、いろいろな情報見てもそれが和音だっていう説明あんまなくて、これ単純に G のあの回ですっていう形になってます。で、これを実際にその出力をしてみると、なんかこんな感じで和音を学習をする感じです。ただまあ聞いてると時々変な音入ったりとか抜けてたりとかするので、これもこれ曲らしいといえば曲らしいのかもしれない。結構不協和音があったりとかするやつもあるんですけど、ちょっと全部なぜかこれが再生できなくなってしまったので、これも、なんか不思議な音楽になるなと。感じでいろいろと学習をしています。で、まあ、自分のデータをやってみようと思ってたんですけど、まあ無理だったんですね。で、まあ、ほとんどの音楽を、まあ、そもそも ABC のそのやつで変換できなかったって、古いためってた、確かに古いんで15年ぐらい前のやつなのでちょっと自信がないです。で、ABC 寄付、あと ABC 寄付法自体も複数の音表現するのに不向きなので、別のデータ表現を検討する必要があるなと思います。あ、ちなみに自分の曲なんですけども、ちょっと割とオタクな感じなんですが、ちょっと一応再生しておきます。当時遊ったやつはそのまま持ってる。なんかこういう感じの、全すいません。そう、まあ割と難しいなと。最初から諦めてたんですけども、まあ、そういう類のいろいろなミディデータがあって、もうちょっとこう真ん中ぐらいのやつから攻めていかなきゃいけないなと、そんな反省をしていました。でも実験結果まとめ、でもそんなに大したことは書いてないんですけども、簡単なメロディーラインなら、まあ自動生成もできるかもしれないなと。で、ある程度パターンが決まってたら、簡単な伴奏付きレベルも可能って、先ほどの伴奏っていうパターンなんですけど、結構同じような伴奏パターンをどの曲も弾いてるので、ああいう形で綺麗な伴奏が実現できたみたいです。で、あと通常の楽曲レベルを得るには、まあ、ちょっとデータ量とかデータ形式とか、まあいろいろな工夫が必要そうだなと思っています。ちょっと表ってほどの表でもないんですけども、まあ、ABC 学習自体は最初のやつを2つ目2つ目に関してはできたと。
で、レベル的にも、まあ、まあ割とそこそこできたなと思ってます。で、いい音楽かどうかって、まあ、これもまあ三角って書いて、まあ、何をどう判断するのかすごい難しいんですけども、個人的にはもうちょっと頑張ってほしいとかって思って三角にしました。LSTM、あ、で、感想ですね。LSTM 結構すごいなと思いました。ABC 記法のパターンを自動で学習したりするところとか、数字情報とか文字列情報とか文法情報かわかんないんですけども、そのぐらいまで学習できる可能性があると。で、タイトルも自動生成していると。で、曲自体も曲らしいものを自動で生成していると。で、パターン面白いなと思って、ちょっと適当にぶち込んでやってみたりとかするの簡単ですけど、やってみたりとかしたんですね。で、例えばこれはスカイプだったと思うんです。単純にコピペしてやってみると URL を自動生成したりとかして、それもそれで面白いなと思いました。食べログってこれ結構近いんですよ。で、 H30 とかその書き方をするんですね。で、これはちょっとなんか後ろ長いんですけども、結構その数字のあの量とかも正確なやつとかがあって、本当に食べログなんじゃないかと思ってみたら開かないんですけれども、なんかそういうやつとか、まあ、食べログとか出たりとか、なんかそういうふうになんか面白いなと思いました。で、まああと自分のメッセージって多分皆さんお持ちだと思うので、ひたすら解析すると自分自身の会話ロボットは作ることが可能だなと思いました。結構恥ずかしいんですけども、自分で作ってみたら、あのメッセージの中に、あのすいません遅れますとかっていうメッセージが出てきたりとかして、あ、そこやばいな、私遅れないようにしようと思って今日遅れました、すいません。そう、なんか そんなこともあって、自分の癖とかも逆に見れるかもしれない。そんな自分の対話ロボットだから自分のデータたくさんあるので、まあ、とりあえず楽と簡単にできるだろうと思います。で、まあ、あとですね、タイタン、早いなと思いました。GPU、CPU 利用の前の時間を比較すると、このぐらいの時間があります。1回の執行なんで、まあ、全体で1000回とかやったりするわけなんですけれども、CPU だと、1.3 秒、GPU だと 0.09 秒ぐらいで、だいたい15倍ぐらい今回の実験だと早そうでした。なんで、簡単に5分ぐらい試してみて、まあ、ちょっとその後、様子を見て違うことをやってみるとか、パラメータ変えるとか、そういうこととかもいろいろと試せそうなので、タイタンいいと思います。あとね、簡単な曲であれば、LSTM で学習ができました。で、楽曲だけじゃなくて ABC 記法やタイトル生成までパターンを学習できました。で、複雑な曲を使うにはちょっともうちょっと別の方法が必要そうです。まあ、今回はとりあえずやってみて、試してみてできればいいっていうレベルだったので、まあ、ある意味最初の目標自体は達成できたかと。で、次のステージだと多分全然違う方法をやらなきゃいけなさそうだなと思ってます。で、評価方法って、評価って何だろう、そもそもなんですけれども。まあ、自動生成とか、多分他の画像とかもそうだと思うんですけれども、ちょっと、まあ、いろいろ考えてみると面白いかなと思ってます。で、タイタンすごい初心者におすすめです。でも、こう、いろいろと試せるので、楽しいなと思ってます。右下も実は試したやつなんですけれども、先ほど島田さんの画像の合わせるやつを、試してみました。で、ただ右下、これアインシュタインなんですけども、これ元の画像がこれなんですね。すごいなと思って。